グティマロです。紹介から始まるんですね。はい、天下一品オスです。はい、そういう感じでやっていきたいと思います。はい、早速私たちがねグルメリポを出しますので、はい、私は聖火衛生士の学校に卒業したんで、こういう制服でございますね。そうなんですか。はい、あれパティシエですか。パティシエでございます。はい、あなたは。僕はお寿司です。はい、もうそういう面では負けてますけど、お名前がねお寿司やから、はい、やっぱグルメにはね強いでしょ。そうですね、はい、グルメは負けませんよ。負けないですか、グティテルさんには。俺だって負けねえぞ。はい、グティテルさんには負けないです。はい、でね早速食べていきましょう。はい、はい、それではこちら、はい、今日の最初はおにぎりのやつです。おにぎり、はい、おにぎりです。はい、おにぎり、お寿司君、これお箸を片手に持って、はい、はい、これをタラレーテテテテテテ、あ、早く、早くしすぎました。はい、あ、乗っかってくれや。聞き手がこっちですね。はい、申し訳ない。それでは、はい、まずこれを崩していきましょうか。はい、はい、こうなんか見た目はなんかちょっとなんかお茶漬けみたいな感じですね。はい、おっと、これは中身は何ですか。鮭、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 鮭。それでは、うん、はい、いただきますかね。それでは早速、はい、テイスティー、テイスティー。これはあれですね、鍋の後いいですね。あ、そうですね、めっちゃ前ですよこれ。ラーメンに食べ、二日酔いの、はい、あんた喋れてないですよ。大丈夫ですか。これまずいって聞こえたらあれですよ、ダメですよ。皆さん食べなくなるんで。これはね、僕はなかなか好きですよ。僕も好きですね、はい、鍋の後にいいですわ。僕はね、二日後の後にいいですね。二日酔いって言いたいんでしょ。はい、じゃあ落ち着いて。まあ、全部食べる系ですか。これはいけません。軽くでいいでしょ、軽くで。じゃあ落ち着いて、置いて。ああ、マジで。結果発表をね、カメラに向かって、はい、何点とか言うんですか。いや、もううまいかまずいかじゃない。あ、そうですか。はい、わかりました。じゃあ行ってみましょう。うまいかまずいかどっちか、ほい、うま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 い。はい、ありがとうございます。多分ね、はい、カメラの向こうは拍手がいっぱいだと思います。うまかったぞデブ。はい、どっちやから、どっちに、もちさん、もちさん、うまかったですよ。うまいぞ。今度、またご飯連れてってください。俺も食わせろデブ。はい、よろしくお願いします。以上、現場からでした。はい。グルメグッドロッキング、グッドルッキングガイ、グッて言ってるんです。はい、下町のお寿司、お寿司です。はい、よろしくお願いします。はい、それでは早速、はい、食べていきましょう。新しいやつですよ、今日は。はい、これは、はい、の、じゃあ、はい、じゃあ先はお寿司。はい、後輩から行くのが礼儀でしょ。じゃあ俺から行くわ。先輩から。おめえ、ええやつだの。テイスティー。テイスティー。ん？マジっすか。マジっすか。おお、美味しい。マジっすか。これは。やばいっすか。これはグルメ。はい。ちょっと行かせていただきます。行かせ、行かせ、行かせ。これなんか懐かしい味ですね。なんか。お母さんを思い出すみたいなね。はい。はい。これちょっと川沿いで食べてるような味ですね。川沿いで食べてるような味。川沿いで、うん、プール入った後に川沿いでバーベキューしてる時に食べってお母さんが来て、なんか怒ったよ。ああ
感じでしょ。よし、よし、おこおこ。それでは、はい、結果発表こっちも。俺もちょっと喉に突っかえた。それでは結果発表いきましょう。米がすごいですね。米がすごいから、はい、うまい。米がすごいから、俺もお母さん思い出して、うまーい。はい、始まりました。はい、どうも。1食2乳3右乳首クッティテルです。あいよ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 押しです。はい、よろしくお願いしまーす。はーい、お寿司、はい、次に参りました、はい、こちら、はい、まあ、なんとこれは、はい、デザートですか。デザートですね。名古屋県民喜びそうですね。これが富士山かな。、はい、富士山のふもとかな。はい、富士山は静岡じゃないでしょうかね。うわ、これはちょっとプルンプルン。グッティの頭もプルンプルン。プルンプルンプルン。これはグロッティ。早く突っ込んで。グッティの頭が、あ、プレンプレン。これがやだ。やりすぎました。このいいですか。崩しますよ。はい、やってください。うわ、これはグロッティ。もうやだ。これ誰考えたの。どうよ、お寿司。ちょっとそれでは、グッティちゃん先生、まだ食ってねえの、何メロン。グッティちゃん先生の席が移りましたね。それでは行かせていただきます。いただきます。テイスティー。テイスティー。おおおお、うん。じゃあ僕行きます。なんたる美味、なんたる美味、これはなんたる美味ですかな。俺どうですか、お寿司くん。これはですね、これはですね、ちょっと俺の箸を使うのやめてくれないか。ドラゴンがのたうち回ってる感じですね。ドラゴンゾンビがいっぱいいるみたいな感じです。ドラゴンゾンビとですね、ドラゴンゾンビ、あー、もうドラゴンゾンビしか言葉出ねえや。あー、ドラゴンゾンビ、はい、いいです。まあまあ、これはね、はい、これでもね、ほんとドラゴンゾンビですわ、僕の中では。いや、俺はうん、ドラゴンゾンビだ。2400の0のやつですわ。よっしゃ、はい、判定を。これ誰が考えたの、こんなの、うん、これドラゴンゾンビっつっていいですか、最後。ドラゴン、ドラゴン、ゾンビ、ドラゴン、立つ立つ、また側だ。バカ野郎、バカ野郎、セラエルガーで歌ってけ。こんなの実家暮らし。ドラゴンゾンビ、ドラゴンゾンビ、2400 2000X年。まあ判定いきましょう。はい、はい、これは、はい、せーの、まずい、アウト。無理だ、まあ、俺吐いた、まあ、よく食うたな、お前。あの、一回来たんですよ、グググググって。以上、現場からでした。はい、ありがとうございました。またお願いします。
すすめやきち目指すはじゃがいもあれれはこぶてろ食べつがどうしたイエーイこんばんは西成の梅津和夫グッディテルです360度頭回ってるオスですよろしくお願いしますさあ始まりましたよさあ、はい、次行きましょうはいこれはうまそうですね僕はうまそうと思うんですけど納豆ですね、はい、僕は混ぜましょうか、ま、混ぜて混ぜてはいはいネバネバネバグッティーティーネバネバネバグッティーグッティーお前ばっかじゃねえかよネバネバネバグッティーお寿司お寿司ネバネバネバわっしょいわっしょいわっしょいもういいよもう冷めんの早いですねさあまず私から、はい、いきまーす、はいグッティー、おほほー。これは絶対うまいと思うんやけどね。はい。なるほど、口の中ネバネバらしさ。ちょっと待ってください。僕も食べますわ。ああ、なるほどね。はい。かなり口の中が粘りますね。マジですか。お、いいよいいよ、いっちゃえいっちゃえ、全部そんなどうすか洋風、洋風洋風、そう、そうなんか、なんかフランスのね、なんかシェフが出しそうなペリー、ペリー、ペリーが、大丈夫ですかペリー、ペリーが持ってきたみたいな口の中や口の中がやばいわペリー、ペリーが持ってきた感じですわはいこれと、どうですかそれハリスじゃないですかハリス好きですもんね誰やハリスってはい少々お待ちよじゃあそれでははいお寿司ちゃんはい判定の方はいそうですねこれはこれねこれ僕はちょっと微妙なんだよねなんか僕は口のネバネバがちょっとな僕はねハリスに聞くしかないですね、うん、はい引っ張りますよちょっとなじゃあハリスって誰、はい、ハリスはあの変な人です、ね、じゃあハリスになりきって2人ともはいうまいありがとうございましたまたね以上以上現場からでしたはグッチーとオスのオールナイトニッポンタラッタグッチータラッタタラッお寿司タタラッタグッチーとお寿司のタラッタ面白いコメント食べますタラッ始まりました、ね、始まりました、ねはい、今回ですが、はい、行っていきましょうかはい、はい、食レポですね、はい、引き続きはい、はい、引き続きね大爆笑のね、はい、あ自己紹介の方忘れてましたはい、はい食いしん坊全裸グッディテルでーす。吸い潰して大根を食べます。オスです。よろしくお願いします。はーい。はーい早速行きましょうか。今日何ですか。まずこれはこれはなんか暑いかな。暑いですね。暑いな。パンは暑くないでしょ。パンツパンツパンツ。じゃあこれはね。パンツ暑い。パンツは暑くない。これ何ですか。これパンの食パンですよ。あ、なんかこれが何ですかこれ。ホワイトプレスが落ちます。はい、それではね、はい、これも早速行ってみます。テイスティング。あちゃ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 。テイスティングテイスティング。しょっぱ。しょっぱ。これは。固まりました。固まりました。にゃー
あ、やべ、魚の味がします。魚、魚、魚くんにあげたらいいんじゃないですか。魚くんのファン、あれ、友達でしょ、グッズさん。あー、一生分の塩分取ったわ、俺。いや、あ、水が美味しく感じる。水が美味しく感じますよ、僕。あ、水が美味しくなる。水うまくなる。あの、サイゼリアの水と一緒や、俺。そうっす。うまっ。いや、水がうまくなる。なるほど。はい、これは、やばいっすよ。革命ですよ。革命ですね。はい、これ考えたやつ誰、天才ですよ。ナポレオンや。ナポレオン。ナポレオン。ナポレオン知ってますか。こうやって鼻くそこじらないんですよ。こうやって。ナポレオンって鼻くそ欲しくない。ナポレオンって言ったら身長小さすぎて、あの馬乗ってるあの映画です、はい。あれがね、本当はロバっていう説なのよ。あ、そうですか。あとナポレオンはなんでこ、ここにボタンあるじゃないですか。あれナポレオンが作ったんですよ。はい、これナポレオンなん、はい、すごい。でそれで、うん、ナポレオンがこうやって。兵士がこんなんすってみっともねえって、寒いところで。俺もお父さん言われた、これ、はい、お父さん、これの小学校でこれ、からしつけられて、からしガーって、からしガーってさ、めっちゃ、楽しそうですね。まあ話しますけど、こうやってやってた時に、あの、だらしないからっつって、ここに ボタンをつけたらしいんですよ。そしたら、そのボタンが、はい、これナポレオン。そうです。なるほど。それでは結果発表の方。そう、行きましょうか。行きましょう。はい。これは、まあ、そうですね。これは何ですね。僕はそうですね、もうあれしかないですね。オッケー、はい、じゃあいきます。せーの、水が美味しくない。はい、水が美味しい。美味しくなくる。水が美味しくなる。噛んじゃうと。パンはまずいけど、水が美味しくなる。美味しくなる。じゃあ以上です。またあれ、また来週仕上げー。決まりましたね。推しだよ。最高。ありがとうございます。おじくん。はい。そろそろ。そろ半分ぐらい来たんじゃないですかね。ちょっと疲れてきたね。食レポだよ。あっさり系が行きたいね。はい。あっさり系が。食レポだよって。食レポだよ。食レポだよ。食べさせていただきまーす。それでは早速、はい、これもテイスティングの方、はい、ちょっとこれは何すか、これ分かんないですよ、ね、これ何、これまず牛乳ですね。ちょっとでもさ、先行け、これ怖いわ。吐くなよ、ここで吐くなよ、お前。いきます。テイスティング、まあ、また前向いて、前向いてですね。テイスティング、テイスティング。そんなに行く。吐くなよ。そこに吐くなよ。頼む。お、いいね、スープ。コーンフレークみたいな感じかな。吐くなよ、そこにお願いやから。これは山ごもりしてますね。仏教、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 仏教しか出ない。あ、仏教、仏教、あの、仏教、仏教、あの、もう坊さんが見えたんですね。まず、山の奥の。もう修験道ですわ、これ。仏教、仏教。僕も食べさせていただいてよろしいでしょうか。はい。はい、テースティー、テースティー、気をつけてください。すぐ来ますか。まず汁飲んでみてください。汁。ゲームオーバー。ゲームオーバーですか。これはね。うわ、こんな重みがやばいですよ。あの、あ、これ。これあの、あれ、コンクリート食うてみて、コンクリート。いや、もう本当仏教なんですよ。コンクリート、仏教。仏教しか言えない。仏教。
もらいけろっすわ、これ仏教重いわ、これ。え、仏教っす、仏教なんすか、この最初の一球目がなんか一球目、あ、まあまあ、この餌みたいなのが大丈夫なんですよ。 なんか、馬の、馬に乗っかった気分や。まあ、そうですね、馬に乗っかった気分。そうそうそう、そのそうめんみたいなのは馬に乗っかった気分ですよ、うん、で、食べてて、その後ミルクを入れると仏教になるんですよ。ほんと、山奥に行くんですよ。ボーンって坊さんが見えてくるんですよ。これ食い物ちゃうわ。そうです、もうなんか、修験道です、修験道。なんなんこれ、もうどうします、食うてるやつマジなんなん。はい、マジ、うん、頭いってますよ。実家暮らしは絶対つうか、絶対あれですよ、仏教です、仏教。もう仏教しか言えねえ俺。めっちゃ連呼するやん。使えねえよ。じゃあ、行きますか、うん、コメント大丈夫ですか。ちょっと落ち着きましょう。うん、結構食いますからこれ、本当に気をつけよう。聞く、はい、帰り道気をつけよう。帰り道気をつけよう。そうですね、危ないですからね。オッケー、行こうか、欲しい。はい、じゃあ決まりました、はい、決まりました、はい、コメント、はい、僕も決まりました、はい、せーの、仏教。俺はまずかった。まずかった、仏教。まず仏教、まず仏教ねえ、まず仏教。いえ、チェックアウト。LA LA 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 from A from A from A ゲロゲロファッキュー、キムチに出して、ゲロゲロゲロフリーペーパーです。以上、また来週。